はい、どうもですか先生。はい、どうぞ。失礼します。私の名前は天瀬で焼と申します。路上自分をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたは自己紹介できますか？はい、できます。はい、自己紹介教えてください。私の名前は天瀬焼です。21歳です。青年学校は2003年路上自分を出すです。住みの作家をすることです。バングラディシュ人です。今はダッカのダムネに住んでいます。私は高校出場しました。私はサンジャムトレーニングセンターで合計合格しました。私は独身です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今どこに住んでいますか？今ダムネに、ダッカにダムネに住んでいます。誰と住んでいますか？友達に住んでいます。友達と住んでいますね。家族はどこに住んでいますか？家族はダッカにダム、コムラのチャンディナに住んでいます。住んでいますね。はい、わかりました。家族は何名ですか？6人です。6人ですね。誰と誰がいますか？両親と姉が2人と私と弟です。はい、わかりました。あなたは今何歳ですか？21歳です。21歳ですね。生年月日教えてください。2003年の1月1日です。1日ですね。ご出身はどこですか？私の父です。ご出身はどこですか？バングラデシュのクミラです。バングラデシュのクミラですね。クミラはどんな町ですか？綺麗な町です。綺麗な町ですね。クミラで何が有名ですか？シャーブンとコルバイとドンシャゴバルマチルが有名ですね。いつもあなたはどうして日本に行きたいですか？勉強しに行きたいです。何を勉強したいですか？日本語を勉強したいです。日本語を勉強したいですね。はい、わかりました。日本語勉強はと何をしたいですか？日本の大学に入ります。大学で何を勉強したいですか？会計を勉強します。会計を勉強したい。会計を勉強したいですね。はい、わかりました。会計、出業した後何をしたいですか？銀行で働きたいです。どこの銀行で？バングラデシュですか、日本ですか？国へ帰る銀行、バングラデシュの会計銀行で働きたいです。会計銀行で働きたいですね。はい、わかりました。あなたは今何をしていますか？私は今日本語の勉強したいです。日本語勉強していますね。どこで日本語勉強していましたか？サンジャムテニセンターで日本語勉強していです。はい、わかりました。あなたは日本語のレベルは何級までですか？9年の3。いつからいつまで日本語勉強しましたか？9年の3月から8月まで日本語勉強して。9年の3月から8月まで。どのくらい日本語勉強しましたか？半年くらい日本語勉強します。半年。どのくらい日本語勉強しましたか？半年くらい日本語勉強します。ぐらいもだったね。半年しゅど、はい、どのくらい日本語勉強しましたか？半年勉強します。半年日本語勉強しましたね。どんな教科書で日本語勉強しましたか？日本語で、教科書で日本語勉強しました。第何科まで日本語勉強しましたか？25科まで第日本語勉強しましたね。そんで学校の名前を教えてください。キュートへ言語文化アカデミー。キュート言語文化アカデミー。その学校はどこにありますか？キュートへあります。キュートありますね。日本のキュートにあります。日本に友達がいますか？いえ、ありません。いえ、いません。いえ、日本に知り合いがいますか？いえ、いません。いません。学校のお金誰が払いますか？私の母です。お母さんの仕事は何ですか？商売をしています。どんな商売をしていますか？後ろ商売をしています。はい、わかりました。あなたのお母さんの年収はいくらぐらいですか？200万です。バングラデシュの隣にどの国がありますか？インドのミャンマーです。インドとミャンマーです。日本の隣にどの国がありますか？中国と韓国です。中国に行ったことがありますか？いえ、ありません。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。日本の映画見たことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。はい、わかりました。大使館に来たのは初めてですか？はい、初めてです。初めてですね。はい、何時に今朝起きましたか？5時に起きました。5時に起きました。なぜ早く起きたんですか？断食します。断食します。昨日の晩何時に寝ましたか？
11時に寝ました。寝ましたね。寝る前何をしましたか？日本語を勉強します。日本語を勉強します。漢字ができますか？はい、できます。漢字の勉強はどうですか？ちょっと難しいが面白いです。面白いですね。いくつぐらい漢字ができますか？いや、この漢字ができます。あなたの好きな食べ物は何でしょうか？ビリヤニとキスルト好きです。学校の金払いましたか？はい、払いました。誰が払いましたか？私の母が払いました。どうやって払いましたか？銀行で払いました。銀行で払いましたね。はい、わかりました。日本に行ったら、どこ行ってみたいですか？京都行くと思います。京都は神社を、京都神社を渡ろうみたいです。みたいですね。日本の首都の名前は何ですか？東京です。東京はどんな町ですか？綺麗な街です。綺麗な街ですね。はい。バングラデシュの首都の名前は何ですか？ダッカです。ダッカはどんな街ですか？にぎやかな街です。ダッカで何が有名ですか？学校とモスクと、にぎや、綺麗です。なるですね。はい。わかりました。あなたのふるさとはどこですか？コンビラのチャンディランです。チャンディランですね。はい。わかりました。あなたはどうして、日本に留学したいですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の学校の学校、日本の学校の学校費や、学校の学校費や他の国より安いですから、日本に留学したいです。はい、わかりました。今日は何月何日ですか？4月の2日です。今日は何月何日ですか？4月の2日です。明日は何月何日ですか？4月の3日です。3日ですね。一昨日は何月何日でしたか？4月の1日です。4月の1日ですね。いつ日本に行きたいですか？日本のビザがもらえばできるだけ日本に行きたいです。行きたいですね。はい、わかりました。はい、面接が以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。